すごいアングル。皆さん、こんにちは。アトリカのリミと。あ、今日は逆ね。シオです。はい、よろしくお願いします。今日はとってき屋に来まーす。はい、ということで今日はこのね、スクイーズキャッチャー、スクイーズがメインであるこの一列、まあ、奥まであるんだけど、はい、あの途中ぬいぐるみとかウーモとかうんちくんのやつとかいろいろね、まあ、スクイーズ以外にもあるんだけど、ここ一列を使って、1000円対決をしたいと思います。もうウーモって決まってんのね、リミちゃんは。でもちょっと難しそうだったから。難しくないもん。強気。これは対決だよね。対決です。使ってよ。勝った方は今日のお昼ご飯が豪華になります。何？ステーキ？今日のお昼ご飯が豪華になります。え？焼肉？焼肉？何これ？これ3分の6。あ、なんかね、視聴者さん の, あのリクエストでね、パパさんがクレーンゲームを解説した動画とかあったよ、リクエストで。何これ？クレーンゲーム12個、12の基本テクニック。すごい、こんなのあんだね。みんなさん、12個もテクニックがあるらしいです。これを駆使して今日は頑張ってください。いい？じゃあしーちゃんからで。遅くてもだってゆっくりできるよとか、ね。はい、じゃあしおちゃんからいきましょう。これやります。お、早い。これ決まってました。そう、これ何？クイズ。ロールケーキっぽくない？かわいい。ちょっと重そうだけどね。大丈夫、大丈夫。お、攻めてくるわね、ギリギリを。お、すごいすごい、攻めたね。結構重いね、長いから。あー、どうしよう。これはきついね。これかわいい。どれ？あ、これかわいいけどね。これでも難しいやつ？簡単だっけ？どうしよう。なにこれ？ん？これ？これなんかケーキじゃない？スクイーズだ。これやりたいです。なにこれ？粘土。え、どうした？リミが作ったカンカンの歌、いいかよ。カン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 め。CM みたいな感じ。でもしーちゃんこれ重いかもね。大丈夫。大丈夫。すごいね、今日なんか強気ですね。何？粘土。ジャム粘土。距離がすごい。お、今日は攻めますね。場所はバッチリ。どっかな。一気にフイッと来てくれると嬉しいんだけど。お、すごい。すごい。結構強い。お、頑張って。うまくやれば次で取れそうな予感です。うまくやればだけど。うん、うまくやれば。ここが、ここからが勝負ですね。このアームの感じといい。ちょっと難しいよ。お、どうかな。え、これ攻めすぎ？いける？あ、ちょっと曲がっちゃったけど。で、ほい。下げすぎかな。ゲット。多分これ同じ台するとなんかつまんないと思うのに違うと思う。はい。さすが YouTuber ですね。これ良くない？これかわいい。これかわいいよね。これやります。はい。次もう、400円ぐらいかな。400円。え、ピンクがいいからもうちょんで、うん、これ結構なんか穴から遠いよね。手前だよね、これ。どうかな、これ持ち上げんじゃん。じゃあ真ん中？ど真ん中をすくう感じ？多分持ち上がればいい。あ、持ち上がんない。重い。これいかない。いただきます。これやります。はい。おお、今流行ってるラグビー、ラグビーだよね。ニュース必ずラグビーやってる。ルールは分かりません。そう、ルールは分かる。にわかファンが多いってすごいテレビでも取り上げられる。あ、やばい、ちょっとミスった。いや、いける。あ、押しちゃった。ラグ押しちゃった。肘で押しちゃった。どうする？はい。今度は慎重にね、ゆっくりでいいからね、しょうちゃん。焦んない、焦んない。ルールも分かりません。
クレーンゲームのルールもわかりません。にわか、にわかだからね。頑張れ。まだ押さないよ。3ボタンがあるんだね。押すとピューってなのか、ピューって前に。押しちゃったよ、もう。ほい。あー、これだけいけるね。もう1回でいけるかもよ。これさ、左か、あ、いけるね。いけるかも。いけそうだよね。どうする？ほんのちょびっとだ。いける？そこがちょんかな。左がちょん。うん。ここも行ってんの。こい。ラグビー。ラグビー、こい、ラグビー。際どいな。あ、ちょっとやばいわ。やばいかも。回転かかっちゃうかも。あー、ダメだ。結構難しいね。ちょっとこれ難しすぎません。1個しか取れてないんですけど。あといくら？あと200円。あと200円か。でこれやっていいよ。いいけどこれ100円で一気に下まで行けるかが微妙だね。どうしますか？カービィが欲しい。うん、強気ですね。プリキュアじゃなくていいの？プリキュアじゃなくていいよね。カービィでいいよね。これ結構難しいぞ。カービィ。お、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？これね、ここじゃない？リングだよね。商品ダイレクトでしょ。あ、いけるよこれ。でもそうするとさ、何回もやんなきゃいけなくない？これ、いや、これ多分一発でいけるんだよ。ほんと？いける、いける。あ、やったかもしれない。でもまだまだいいよ、まだいいよ。もうなんか、なんでそういうこと言うの？あ、手前にしたの？あんま下がんないよ。そう、下がんないよ。一発これできます。もうマジでこれ多分一回じゃ取れない。やだ。取れるんだったらこれも金色。やだ。取れなくてもいいからこれがいいの。え、意味なくないそれじゃ。取れなくてもいいからはダメだよ。企画そうだよ。ちゃんと勝負だからし。昼ご飯が。興味ないから。昼ご飯が豪華になるか。豪華にならない。焼肉になるから。じゃ一発勝負でこれ取ってみる。あ、カメ、え、こっちでもいいの？いいんだよ、別にこっちでもいいの。え、そうなの？ぬいぐるみでもいいんだよ。じゃあ、これでこのカメあるから、ラスト一発でカメいきます。はい、ラスト、カメ。でも、前さ、ここでどっかでリミちゃん一発で取れたよね。うん、ね、前回来た時白取れたっけ。そうだね。え、じゃあ、行きます。はい、来い、カメ、カメ来い。終了。結果一つでした。結果一つ。でもこれ可愛いね。これを超えられるかな。はい、じゃあ次リーちゃん行ってみましょう。1000円。あ、でも大人気だね。ちょっと混んでるね。どうする？あ、来ました。これやりたかったね、ずっと。生まれてウーモが。難しそうだよ。うん、頑張れ。どっかで向きなくやる。やっぱリミはこれですね。取れるかな。ずっと言ってたやつ。あ、これバウンド。でもこう乗り上げたらいい。あ、これ行ったいいんじゃない、リミの。いや、もう一発で記録超えられたらどうしよう。あ、でもジャリはちょっとノーカウントですね。ノーカウントですか？当たり前でしょ、ジャリいいの？あれ、もういいの？もしかしてカービィを取ってくれるの？え、カービィを取ってあげんの？ミミちゃん優しい。優しい、うん。どれが欲しいの？ピンクか黄色がいいの。ピンクか黄色、あ、これか、これね。めっちゃ良くなるから見えるかな。背が届く。お、いいんじゃない。あ、めっちゃいいかもしれない。ここで来た。いいんじゃない、いいんじゃない。頑張れ。商品ダイレクトで。はい、来た。来たよこれ。来たでしょ。あー、欲しい。どうする？誰か抱っこして。パパへ頑張って。じゃあパパに抱っこしてもらいます。じゃあ横はいい。あ、そうだね。え、縦は平気？意味。縦は平気。じゃあ縦だけやった、終わった後。うん。あ、見えないか。
あ、いいんじゃない、でもバッチリバッチリ。じゃあ次パパに抱っこしてもらおう。このままでもいい、すごいいい場所だ、もう行けるよ。あー、あー惜しい、調子だね。諦めに止めた方がいいんだね。諦める。さてどうしますか、りんちゃん迷ってますね。プーポン、プーポン、どんどん行きますか。プーポン、あといくら、5でしょ、7、まだ大物だよこれ。うん、でもしほちゃんね1個しか取れてないからね。そんなこと言っちゃダメだよね。本物は2ポイント。それはダメだよ。ないよ、こっちは私に負けちゃう。そうだ、しーちゃんそしたら本物やってたかもしれないもんね。あ、飽きたっぽい。飽きた、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 やばい。しーちゃんのこの顔、この悔しそうな顔、何って顔してます。すごいじゃん、しかもリュックだよこれ。本当だ、やば。ブーシャンのリュック2個目になっちゃった。しかもこの子ちょうだい、ピリャピリャ、一つちょうだい。プーさんゲット。まだあるもんね、お金ね。まだ6だね。ラッキーだね、リミ今日ね。リミラッキーだよ、前回も100円で取れたし。次どうする。なんかもう大物しか目がいかなくなっちゃったね。もう余裕を、もうこれで同点だもんね。もう余裕だね。いいよ。シータンがなんか変な顔になってきた。負けたって顔になっちゃった。悔しい。まだわか、まだ同点だから、未だにね。勝ちたかったの。そうね、そりゃ勝ちた勝負だからね。ここから奇跡が、うん、まさかあった。あ、やめる。どれにしますか。これ、これ悩んでる。アイス、アイスやります。これなんか昔やった記憶が、これ押す感じだよね。うん、なんだっけ、回転忘れちゃったね。もっと、あ、いいかも。あ、でも入ったよ、なんかくぼみに。ね、これ出っ張りを押すんだ。そうだね、出っ張りを下から上から押すやつだかな。出っ張りってどこ？あそこの後ろの中。文字が書いてあるところを、アームで押す。うん。ね、前しゅうちゃん撮ったもんね。皆さん。前の動画多分あるよね。嗅いでください、この匂い。ちょっと。嗅げない匂いを。どうかな？惜しい。あ、届かないですか？あ、届かないのこれ。いや、諦める。諦める。あと いくら？300円。あと300円まだあるんだ。どれにしようか。どうしますか？うん、いいんだよ、全部こっちも。2つでいけそうなやつ。うん。2つ行けるかな。箸？この横滑り、この達人台やるの、達人台。検定ダイヤル？あ、これなんか一本で検定。ああ、じゃあこれはまた別の動画に。もうずれてる。誰？これ取れそうじゃない？いやいやだ。全然こっち見てなかった。そっか。やっぱ最初じゃない方が良かった。じゃんけんで勝たなかった。勝たなかった。前に勝っちゃった。あ、ちょっと前に勝っちゃった。いいよ、前の方が絶対いい。大丈夫だよ。転がれば落ちる。転がれ。ああ、結構重いね。どうする？どうします？今んとこまだ同点です。勝負に出る？それとも欲しいものを狙う？うん、欲しいもの狙う。本日のエルレート席は東京本店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。この虹色くまご来店中の方にご案内いたします。
やだ。このクマちゃんにする？カラフルクマちゃん。原宿みたい。あと200円？あー、重いね。全然ダメだ。ラスト100円です、リミさん。どうしましょう。もう一発ゲットを狙うしかないよ、一発ゲット。一発ゲットだよ、どうする？最後もウーも行きますか。欲しいやつだからね、一番ね。いいよ、頑張れ。どっちの方がいい？どっちの方がいい？だって真ん中、真ん中の方がいい。でもなんか向きがさ、ちょっとさ、うん、難しいね。でも近いからね。そっか、じゃあ真ん中にしてみる。いいよいいよ。お、いいんじゃない。よし、場所はバッチリな。ほい。はい、じゃあリミちゃんも結果1個でした。ってことはしょうちゃん同点です。ガッツポーズ出ました。同点なので、お2人ともお昼ご飯は普通です。え、文字さん負けたら何になったら、うん、負けたらパパの手作りおにぎり。で、同点だったら普通のファミレス的な感じ、うん、普通のご飯屋さん。勝ったら、勝った人は高級焼肉。え、なんだっけ、万円が言ってたところ。え、万円様が言ってたところは無理です。無理です。しかもどこにあるかもわからない田舎者なので。え、なんだっけ、なんとか同じ名前が2個続く、うん、ジョジョ園じゃないんだよね。同じ名前が2個続くやつなんだっけ。エンエンじゃなくて、なんかそんな感じだったよね。アンアン、アン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 は安いとこでしょ。アンアンとか言ってる。アンアンじゃないよ。なんだっけ、高い高いお店。あ、リミちゃんいいじゃん、フーさん手伝って。かわいい。ティーちゃんもいいじゃん、これ。うん、昼ご飯なんだろう。ご飯食べようか、お腹空いたね。なんだろう、普通の庶民的なご飯に行きますよ。どこ？弥生県。弥生県でいっか。弥生県か花屋与兵か。うーん、花屋与兵だと、でもすき焼きとかある。うん、ハニーだよ。お、蜂蜜。すき焼きがいいな。すき焼きがいいの。あ、でもね、花屋与兵でもいい。グミペア、サンジーラおやつだ。